こんな感じでグツグツ煮立ってんの分かりますか？オープン。どうも料理のネサリュウジです。ということでですね、まあ私2本目なんでまだまだレベル1ぐらいですよ。本当に最近ね、お酒弱くなってしまって年のせいがね、料理のお兄さん過去34歳なんでね、マジ体張ってます。ということでですね、今回はですねちょっと悲壮感と言われてた極寒じゃないですか、大寒波ですよこの時期なのでですね、もうねあったけえもんが食いて体を温めたい、料理で温めたい、温かい料理で温めたい僕を。今回作るのはですね、肉豆腐でございます。肉豆腐っていうとですね、至高の肉豆腐この間やったんですけども、あの至高の肉豆腐はマジで評判ですね。あのリピーターが半端ないです。今回は肉豆腐にしてもまた別バージョン、豚キムチ肉豆腐ということでですね、今回はですね豚キムチ肉豆腐、これすっごい簡単です。材料入れて煮るだけなんです。超簡単なので、これを皆さんに伝授して一緒に温まりたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明ね。今回の材料そんなに多くないんで、豚バラ肉です。バラ肉、あの煮込みはバラ肉、こま肉よりバラ肉の方がおすすめです。まあこま肉でもできなくはないんですけども、こま肉だとちょっと硬くなっちゃうんですね。はい、で豚バラ肉これ 200g ですね。で木綿豆腐が1丁 300g ですね。煮物は絹豆腐でもいいんですけど、木綿がおすすめ、煮崩れしにくいのでね。なので今回は木綿使っていきます。で玉ねぎが1/2個、まあ 120g ですよこれは。そしてキムチ、これキムチね、これこの、まあ、僕がいつも使ってるコクマってやつなんですけども、これでもいいです、ご飯が進むくんとかでもいいんですけども、これ 340g のものなんですけど 200g だけ使えます、はい、あとは調味料、これ概要欄でと見てください。じゃあ早速作っていきたいと思います。でね、まあ本当にここからやっていくんですけども、やっぱりね人間もね、自動車とか燃料がないと動かないですね。ちょっと何を言ってるかさっぱりわかんないですけども、そんな中でですね、僕の燃料をねもうちょっと入れていきたいんですよ。ちょっとグダグダなんですけども、ハイボールを入れて、ハイボールじゃない、ウイスキー、はい、じゃあいただきます。乾杯。あーやっぱりね、あうまいね。茶番もこれぐらいでね、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、もうこれ材料をね切っていくんですけども、じゃあお豆腐、木綿豆腐です。木綿豆腐ね、こういう状態になってますんで、真ん中切ってください。真ん中切ってちょっとね厚めにカッティングしていきます。で並べていくんですよ。この最初に具材を全部フライパンに入れて、こんな感じ、ちょっとおしゃれ、ちょっとおしゃれにこうつけちゃって、まあ順当にいくとこの玉ねぎですよね、ちょっとねここ切り落として、芯切り落としてね。で豚キムチの煮込みに使う玉ねぎって薄切りだと全然存在感なくなっちゃうんで、スライスなんですけども、大体ね1センチ弱ぐらい、はい、ちょっと、ね、食べ応えを持たせます。はい、そして、玉ねぎを入れることによって香りがつきます。あとなんか甘み、そしてですね、これでございます。まあ、煮物に使う豚バラっていうのは大体ですね、まあこんぐらいですかね、なんか一口大に。そしたらちょっとね剥がし気味に、剥がさないとね結構ねその くっついて煮込まれちゃうんで、面倒くさかったらちぎってもいいんですけども、はい、こんな感じですね。はい、で次キムチです。日本産のちょっと甘めのやつがおすすめです。こんな感じです。でここに調味料も全部入れちゃう。じゃあ水が 180g、 180cc です。で今回はね豚キムチなんですけど、お味噌ベースです。でお味噌を大さじ2杯、これねちょっとね煮ながら溶かしていくんで、もう調味料入れていきます。味噌がね溶ければいいんで、ね、味噌はね溶けやすいようにちょっと横丁に入れてください。でお砂糖、お砂糖がね大さじ1、白だしです。そして酒です。先ほど大さじ2、これで準備は完璧です。はい、そしたらですねこれを煮ていきます。じゃあまずはね、強火にかけます。グツッと沸かしていきます。まずね、まずはね強火でね沸かしていくんです。はい、じゃあ皆さんこんな感じでグツグツ煮立ってるの分かりますか？そしたらですね、このここに固まってるお味噌ちょっとね溶かし込んでください。ちょっとね、あの別のところに移動させてもらいます。
煮汁にお味噌溶かし込む。これね重要です。そうするとですね、お豆腐やお肉に味噌の味が行き渡りますからね。これね沸いたらでいいですよ。沸くとね水かさ増しますから、他の食材が炒まって。あとはね蓋を閉めて煮込んでいくことによって、この対流でね全体的にこのスープが行き渡りますから。はい、いいですね、このグツグツ感。スープにお味噌と調味料が全部溶けて、今グツグツってなってますね、これ。そしたら蓋をして弱火で20分。じゃあこれで弱火で20分煮込んでいきます。はい、それではですね20分煮込みましたので、揚げてみたいと思います。オープン。あ、完璧。ずっとこの加湿器を部屋に置いときたい。これわさっと盛りますね。はい、であとこのまま食べてももちろんいいんですけど もうこれ好みですよ。好みなんですけども、ラー油ですね。ラー油、まあ、僕はねかけてあげた方が美味しいと思います。こちらでですね、豚キムチに袋完成です。はい、ではできました。いただきたいと思います。いただきます。あー、これ、じゃあ、いただきます。完璧。キムチと味噌が溶け出したこの辛みのあるというかですね、具材に染み込んで最高の上になってます。これはね、お味噌とキムチの相性ですね、これね。完璧です。で、ここにですね、味変カムジュレーション、タバスコです。だいたいタバスコとラー油をかけとくらい。豆腐にはタバスコ、これね、覚えておいてください。豆腐にタバスコ入りますか。やっぱり合うな、これ。これ酸味と唐辛子の香りと適度な塩気、それが加わることによって、もうね、ハイボールギョブギョブ飲めます。この時期にすごくおすすめのあったか料理、ぜひ皆さん試してください。やっぱりね、これをしないとこのチャンネルじゃないと思っております。はい、で僕が楽しみながら、しかもね今回はね煮込みの工程がありますから、煮込みの場面でねハイボールギュ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 入れますからね。